ビもあるね、ビデオもあるね、音楽も聴き放題だね、電子レンジ、冷蔵庫、ソファ、ベッド、クッション、時計、ゴミ箱。あっち見てもいい？
情報、恋の花咲く足利島大花火大会、どうする？加賀翔、花火大会にさ、クロスカナダのグループ誘ってみない？そうそう、リカリン、花祭りカリンもいいよね。リカリン、わかるだろ、加賀翔。男だけで行くなんて冴えないだろ。女の子たちを誘おうぜ。じゃあじゃんけんで決めようぜ。誰が誘いに行くか。じゃんけんぽい。花火大会？いいよ。いいよ、翔吾。乗るよ、その話。だから、一緒に行こうよ、足利島大花火大会。行きたいよな。そりゃそうだ。無理しちゃって。行けば、誘えば、花咲けば、ドカーンと恋の打ち上げ花火打ち上げちゃえば。どこで、まあ知ってるかよ、トビン。その冷たいリアクションは。翔吾、お前もしかしてまたトビーと揉めたのか。マジで？よくボコボコにされなかったな。なんで？何があったんだよ。大変なことになってるらしいぞ。ここ数日、行方をくらましたままだ。ほら、あの例の店の方も閉まってたよ。ああ、やばいことから逃げてるらしい。でも、本当にトビーはどこにもいないらしいよ。お、じゃあな。
注文はお決まりですか？もしよろしければこちらのセットがお得になりますが、レモンが。では、アイ。ご一緒に。翔吾さんがそう言うなら。